ぞ再生ボタンを押してくれました。30秒だけ聞いてください。お願いします。伝えたいことが山ほどあるんや。どうも皆さんこんにちは。ワークマンの装備で私服まで揃えています、管理人の P さんです。ゴールデンウィークは通常営業しています。チェックインは15時からだけど受付は10時から開けてますから、皆さんここでゆっくりしていってくださいね。ご宿泊のご生産、バーベキューとかお部屋の中に入らないアクティビティは15時前からできますから、ぜひ来てくださいね。次、新しく地域通貨の楽園券を発行することになりました。今画像を見せますけど、こんなんです。こんなん、これからもねどんどん増えていきますから、使えるとこその予定です。ですからみんな使ってくださいね。あ、そうだ、新しくトレーラーハウスが増えました。今ここもジャーニーって言うんですけれど、これが1棟から4棟に増えました。見てくれ、この美しい新しいやつ。コンテナハウスに関しましては申し訳ございません、今これは販売を取りやめになることになりまして、代わりに新しくこのジャーニーというエリアが完成しました。ぜひ泊まりに来てくださいね。最後、一番伝えたいことはこれ。この2021年度から新しく楽園物価祭、名付けて楽園祭というのをやります。月替わりイベントですから、その月によってやることどんどん変わりますから。5月トレジャーフォレスト第2回、6月担当は私です。森と湖と乗り物好きの楽園っていうのをねやろうと思ってますから、来てください。っていうか来ないと困る。7月真夏の水鉄砲大会選手権というのをやろうと思っています。みんなでみたいなことしよう。 P 入ってるけどもう分かるやろ、だいたいイカがほらあの水かけ合うあのゲームみたいなことや。やろう。8月みんなで江ノ島に上陸しよう。9月楽園の音楽祭、即興でみんなで音楽したりとかセッションしたりとか。10月は運動会、楽園運動会をしようと思います。大人も子供も真剣な運動会しようと思ってます。ぜひ参加してね。11月は何するんだっけ。まあなんか11月は考えます。12月クリスマスイベントやります。楽園で過ごすキャンプ場でのクリスマス、ぜひご来場ください。いやー、なんでここまで頑張って言ってるかっていうと、限界なんや。いろいろと、詳しくはちょっと言えんけど、限界なんや。察してくれ。主にお客さんが来ません。現に今こんだけ騒げるのも、今日はお客さんが一人も来ないからや。俺はこんなキャンプ場になってほしくない。頼む。もうこういう楽園はあまりお客さんが来ないのはやはり魅力がないからなのかもしれんけど、一キャンプ好きとしてはやっぱり盛り上がってるキャンプ場が僕は好きだ。みんなに来てほしいと思って楽園祭を開催することになってるから、別に楽園祭だけじゃなくていいからみんな来てね。あと土曜日は何かしらワークショップをやっています。サバイバルブレスレットが作れるようになってますから、みんなのご来場お待ちしてます。はい、先ほどご案内した通り5月15日ホンダビートの発売日、トレジャーフォレスト第2回目これを開催したいと思います。最優秀賞の方には任天堂スイッチ、今回もこれは変わらず出します。やらせなし。動画見たでしょ、本当に任天堂スイッチ1台皆さんに出しますから、別に任天堂スイッチがもらえなくても楽しいという保証は俺がします。というわけでトレジャーフォレスト第2回、そして6月5日森と湖と乗り物好きの楽園、ぜひ参加してくれ。頼む、来てくれないと俺が借り切っちゃったから俺大赤字や。頼む、みんなの力が必要や。お願い、来てくれ。お知らせは終わりです。またご視聴よろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。以上。伝えたいことはね2つだけあります。ちょっと個人的なことだから後回しにしたんだけど、これです。新しくスタッフが1人増えました。紹介します。シェフです。どうぞ。松川先生の審査になりますけど、シェフです。この春から新しく全部メンバーに加わってくれました。シェフというあだ名の理由は何でしょう。料理が好きだからです。一生懸命頑張ります。プレッシャーが入りました。皆さんをお迎えしてよろしくお願いします。また動画で登場しますから。最後、俺引っ越しました。楽園の中でね生活をずっとしてたんですけど、ついに社員寮を出まして別の場所に引っ越すことになりました。まあ、これは楽園の休日っていう公式じゃないチャンネルでご案内します。では、4月に行いました楽園祭第1回トレジャーフォレストの様子、今からご覧いただこうと思います。どうぞ。